おつにじ。休憩中です。お疲れ様です。お昼です。とうとうありがとうございます。レインボースターたくさんありがとうございます。たくさんマシュマロもありがとうございます。おつにじ、おつにじでもないか。こんにちは。気がついてよかった。マシュマロありがとうございます。こんにちは、久しぶりです。ありがとうございます。お昼は食べてないですね。ハートありがとうございます。マシュマロも、ハートのサイリウムもありがとうございます。ありがとうギフト、ありがとうございます。最近バイトで来れなかった、お疲れ。最近姿を見ないなって思ってたからよかった。お疲れ様です。バイト毎日。ハートありがとうございます。マシュマロありがとうございます。ちょうどお昼、そっか、あれだよね、あのさ、お昼休憩の時間だよね。かわいい、ありがとうございます。ギフト、ハートもありがとうございます。今は家で練習をしてて今ですね。ハートありがとうございます。やったよ、まで1週間、やばいね。お疲れ様。バイトだし、あれ、会えるのがやばいね、1週間で。え、来週の今頃も握手してる？やばいね。緊張しない？このま焼きうどん。電車の中だからニヤニヤしないように気をつけて。笑っていいのに。おつにじ、お綺麗ですよ。ありがとうございます。ハートありがとうございます。してるよね。え、なんかこの前は朝配信をして、したら結構あの、普段見ない方も来てくれて、今日はお昼にしました。おつにじ頑張ってくださいね。ありがとうございます。緊張するよね、ほらみんな緊張してる。マシュマロありがとうございます。ついにココミンデビューやばいね。ありがとうございます。メールの返信も、ハートありがとうございます。急に緊張してきたかも。やばいよ、だってやばいね、来週の今頃。マシュマロありがとうございます。星も、雪のグループだけで近います。本当にありがとうございます。ありがとう、ハート3つありがとうございます。今日も可愛いです。ありがとうございます。笑顔可愛い、ありがとうございます。え、言ってたよね、朝からこんにちはって言ってたよね、昨日。え、昨日だっけ、朝配信したの。昨日だよね。時間の感覚が狂う。おつにじ、え、じゃんけん見てましたか、みんな。じゃんけん大会、朝配信来週。ココミンは話しやすいから大丈夫だよ、リラックスしてね。ありがとうございます。緊張するよ。見に行ってきますね。楽しんで、楽しんで。え、今日はみんな休みなのかな。じゃんけん残念。なんかダジャレみたいね。内容は秘密だけど、あれですね、いい勝負でした。2時半からピアノ、偉い、頑張って。でもピアノは楽しいのか。マシュマロありがとうございます。優勝予想外れて残念です。キラキラ100をお届け、ありがとうございます。キラキラ、ハートありがとうございます。ココミンとお試しトークも名刺も確かにも言ってますが、今から緊張してる。緊張するよね、うちも緊張する。結構緊張します。だるまありがとうございます。仕事休みで部屋の仕事掃除中、いいね。もちろん仕事、お疲れ様です。ピアノ楽しいのかな。え、猫踏んじゃったわ、弾ける。今休憩、お疲れ様です。ココミン大手席が一番楽しいね。一番
すごいさ、あれだもん、超絶笑顔で話すもんね。嬉しいよね。マシュマロありがとうございます。仕事の休憩です、お疲れ様です。ピアノ頑張ってって言ってる。こんにちは。夕方から少しだけ仕事します。お客さんと会います。頑張ってください。緊張するじゃん。おつにいじハートありがとうございます。サイリウムレインボースターもありがとうございます。猫踏んじゃったを引けます。ごみ足抹茶スイーツ巡り、いいな、絶対美味しいじゃん。いいな。こんにちは、ハートありがとうございます。歯医者いいな、歯医者大好き人間だから羨ましい。お疲れ様です。歯医者頑張ってね。ここみ頑張ります。最近は練習がすごいので。こんにちは、こんにちは、こんにちは。なんかさ、これ曲がってない？着地鍋はうまいよ。美味しいよね鍋、大好きです。12期生でココミン話しやすい、ありがとうございます。歯医者好きなんですよね。なんかちっちゃい頃から歯医者に通うことがなんかもう恒例みたいな、1週間に1回歯医者並みなぐらいに歯医者に通ってる時があって、だからもう歯医者は安定の場所です。ハートありがとうございます。こんにちは。え、今日またココミンの夢見た。なんかさ、なんか最近ココミンの夢を見てる人が多い。え、どんな夢？目に書いてる。え、どんな夢、どんな夢。ありがとうございます。ハートのサイリウム。昼は DMM で制服の目アーカイブ。え、うちも見ましたよ、この前の。タタ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 。おつにんじ、こんにちは。歯医者はさ、好きな人ってあんまいないのかな。みほんと毎日頑張ってるから見習わないと。全然見習う、見習えるかな、うちで。え、見ました。なんか多いよね最近そういうニュースが。悲しいですね。ありがとうございます、投票ありがとうございます。ティーンズユニットの週間発表したじゃん。やだやだ、子供の頃のトラウマで歯医者嫌いになる人多いのに。え、だよね、聞く。私会の時にココミにあったじゃん。あったね、あったね。嬉しかったよね、あの時近かったもん。おつにいじ、こんにちは。お休みです、夕方から。投票お願いの見返りがある。え、すごい、そんな飲み会があるの。めっちゃいい飲み会じゃん。ハートありがとうございます。お疲れ様です、初見さん。マシュマロありがとうございます。頑張れ研究生、頑張ります。ココミンは大好きだけど歯医者は苦手。歯医者ね、珍しいもんね。え、気づいてたよ。え、あれだよね、なんかさ、手振ったりしてたよね、手振ったりしてたよね。男の人といたよね。マシュマロありがとうございます。こんにちは、こんにちは。おつにじ、ハートありがとうございます。中間発表が明日なんですよ、怖い。おつにじ、こんにちは、こんにちは。どんな感じなんだろう。前髪切った方がいいかな。制服の目までもうすぐだし。今日は前髪じゃなくて髪の毛があのノーセットなのでボサボサです。ティーンズ投票してくれとお願いしながらお酒を飲みます。いいね。なんかそれどころじゃないんじゃない、楽しくなって。友達とお酒飲んでたら。おつにじ、ノーセットでもキャバでありがとうございます。ありがとう、キャバ。来週の今頃は握手会の時間だね。緊張しない？どんな感じなんだろう。
なんかこの前のはなんかその場で来たいって思った人が来れるみたいな感じだったじゃん。わかる？事前に買うとかじゃなくて。だからいろいろ初めてが多いです。おつにじハートありがとうございます。乗せてでも可愛すぎる、それでも可愛い、ありがとうございます。ハートありがとうございます。こんにちは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 、にじにじ推しありがとうございます。こんにちは。え、本当に嬉しい、ありがとう。楽しかったよね。余韻がすごいもんね。戻りたいもん。マシュマロありがとうございます。私は制服の目行くのにめっちゃ緊張ね。11日だっけ来るって言ってたよね。やばいね、見つけるね、ちゃんと。ハートありがとうございます。ここ見ましありがとうございます。おつにじね、いろいろ盛り上がるよ多分。11期12期生の話題は中心。そうだね。え、みんなと何話すの？あのなんか公演終わりとかにさ、一緒に入った人と一緒にご飯とかさ行ったりしてるじゃん。その時って何話すの？なんか SKE について語ったりしてるのかな、みんなで。3月3日も楽しかったけど一瞬だったね。かわいいって言って終わった。うちはかわいいって言って終わっちゃったからショックだったけど、可愛い姿を見れたので。ありがとうございます。だるま、ゴンチャゴンチャゴンチャ、え、ゴンチャ飲みたくて、ゴンチャ飲みたくて、昨日の深夜の、本当に深夜、時間を言ったらびっくりされるから言わないけど、本当に深夜にあのゴンチャ飲みたいみたいなママに言ったら、ゴンチャみたいな言われて、タピオカみたいな。でもうちタピオカじゃなくて、あのゴンチャのあのナタデココバージョンが好きで、好きなんですよ。ハートありがとうございます。おつにじ、触覚なしも映えてます。え、昨日はあの触覚ありだったので、今日はストレートにしてみました。誰もありがとうございます。そろそろ仕事戻らなきゃ、バイバイ、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。さっき追加した握手券が届いてありがとうございます。嬉しい、楽しみにね。どんどん会える機会が増えてきますね、このまま。オタクトーク、もちろんすでににじちゃんも投票はしてあるけど、まだ中間終わったら投票するからね。ありがとうございます。なんかあんずさんのやつもあるのでね。ハートありがとうございます。え、ゴンチャ飲みに行こう。お酒は飲めないのでゴンチャ飲みに行ってきます。誰もありがとうございます。ハートもありがとうございます。タピオカもお腹いっぱいになる、普通に。え、わかる。でもなんかタピオカってなんかさ、一時期さ、体に良くないみたいな、なんかただお腹になんか、なんていうの、お腹に良くないみたいなさ、一回するのあったよね、タピオカって。ハートありがとうございます。来週はポニーテールです。白いワンピース着てる、絶対見つけます、見つけます。公演後は太友と可愛かったメンバーとか話してる。おお、え、楽しそう。16日、ケータリング、え、確かにゆうねさんの楽しみなケータリング。ゆうねさん本当に優しくて、なんかラジオの収録、なるべく喋りたいの収録があった時に一緒に帰ったんですよ、ゆうねさんと途中まで。その時になんかいろいろ相談話を聞いてくれてて、ずっとで、めっちゃ優しいです。ね、面白かったのが、その相談話を聞いてもらってたんですよ、ゆうねさんに。なんか、あ、そうなんだとか、いや大丈夫だよとかいうのを話してて、でそしたらあの相談話を聞いてもらってて、パッて横見たらなんかお菓子食べてて、それにめっちゃ笑いそうになっちゃったんだけど、なんかそのラジオの話でなんかお菓子を
どうやってバレないように取るのかみたいな、みんなに。なんか置いてあるじゃん、ここのお菓子はなんか無料でもらっていいですよみたいな、ぜひ食べてくださいみたいなあるじゃん。そういうのをバレないように取るにはどう計算していつのタイミングで取ればいいのかみたいなのを話してたの。その多分お菓子を取って帰りに食べててめっちゃ面白かったです。誰もありがとうございます。タピオカってでもさ、好きな人ってめっちゃ好きだよね。ゴンちゃんの黒糖がめっちゃ好き。お昼にやってることめっちゃ珍しいよ。今日も可愛い、ありがとうございます。なんか土日はあれなんですよね、制服の目が入ったりしたので。最近まで星ありがとうございます。3つのハートもありがとうございます。誰もも推しの出会いとか、あ、いいね、それもいいね。ゆうねさん本当にでも可愛かったです。その話をしてるした後に相談を乗せてもらって、パッてこう見たらお菓子食べてて、全然いいんで、いいんですよ、全然食べて、すごい可愛かったので。スキーの展望を語りながら飲む、いいね。可能な限り会いに行きます、ありがとうございます。ゆうねさんとうちの方が大きいです。うちの方が大きい。でもゆうねさんは見た目とのギャップがすごいじゃないですか。だけど話すと本当にめっちゃ頼れる先輩でびっくりします。やっぱりすごいなって思って、先輩なだけあって。可愛い、ありがとうございます。ハートありがとうございます。トートギフトもいいねもありがとうございます。星ありがとうございます。誰もありがとうございます。クマもありがとうございます。歯車ありがとうございます。ね、めっちゃ面白かったよ。めっちゃ面白かったです。この前はハイチュウもくれて、ゆうねさん、ハートありがとうございます。甘いものは普通に好きです。マシュマロありがとうございます。確かに推し麺歴いい ね。タピオカってすごい一時期めっちゃ流行ったよね。すごい流行ったよね。なんかそんなに美味しいものなのかって思って飲んでみたけど、そんなだった、記憶がすごい。電球ソーダとかも流行ったよね。レインボーわたあめとかさ流行ったよね。ありがとうございます。音符も鼻かゆい。こんにちは。バンズあと2時点にそこそこ投票しました。ありがとうございます。ありがとうございます。流行ったよね本当にタピオカって。誰もありがとうございます。ハートも朝食してきます。いってらっしゃい。星ありがとうございます。電球ソーダはうちが小4ぐらいの時で、レインボートーストみたいなチーズのトーストがあったんだけど、それも小4、原宿が流行った時期だった。こんにちは。星ありがとうございます。ね、タピオカブームの時はもう原宿のさ、タピオカとか電球ソーダとかさ、本当にめっちゃ並んでたもんね、若い子たちで。流行り物は全然追わない派です。レインボートーストあったよね、わたあめとかもあって。電球ソーダ懐かしいよね。こんにちは。メール着信は猫だけど、猫でいきなり始まるココミン配信。猫なの？猫好きなの？ありがとうございます。マシュマロ飯な子じゃ流行ったね。なんかさ、会いに行ったことはないんだけど、お店があって、そこのベビタピだっけのお店があって、そこをパッと覗いたらしなこちゃんがいた記憶がある。お茶？うちはよく原宿に行ってました、行きたくて。タピオカは電球ソーダ目当てで行ったかな。あとスクイーズ、スクイーズを本当に集めてて。ココミも十分若いよね。そう、京香さんがタピオカ大好きらしくて、
ね、もう黒糖なんちゃら系が好きだよね。スクイーズ夏だよね。もうめっちゃ集めて、なんかその時小3小4小5だったんだけど、あのそんなできて大してお金がさ、お金を使うことがないじゃん小5小4小6とかって。だからなんかゲームセンターに使ったりとか知ったんだけど、スクイーズってものを知ってからもうそんな、なんか YouTuber とかすごかったじゃんその時。スクイーズが、スクイーズを集めてって言って、なんかサンタさんにもスクイーズ頼んでたぐらい好きでした。ハートありがとうございます。スクイーズ紹介とか流行ったよね。タピオカミルクティー美味しい。クレープ屋さん美味しいよね。入りな。スクイーズ紹介めちゃめちゃだよね。もうさ、めっちゃ見てたし、撮ってた。どこにも投稿しないのに撮ってた。スクイーズ紹介本当に大量にあって、全部捨てちゃったんだけど、大量にあって一回は撮る一回はあれはね、あれは撮るよね。もうなんかその時もう YouTuber が流行ったもんね、その時期ぐらいに。みんなココミンは記憶いいです。今はなんか集めてる、集めてないかな、あんまり。バラありがとうございます。え、なんだろう、もうなんか最近は服にお金を使うことがめっちゃ増えちゃったから、成長だなっていう。こんにちは。でもガチャガチャとかはやりたくなる今でも。でもなんか引いて何をするのって感じじゃん、別に引いてって感じ。スクイーズはなんかこういうスポンジみたいな、なんて言えばいい、スクイーズって例えばなんか食パンの形をしてる、本当にこのぐらいの食パンの形なのに、食パンそっくりなのにこうやって触るとなんか気持ちいいみたいな なんかなんであんなに流行ったのか分かんないぐらい、自分たちもなんで集めてたのか分かんないぐらい、あのそう低反発とかあって、こう触ってこう戻ってくる音がいいみたいな、流行った。あとみかんとかもあったし、みかんの形したのもあったし、ガチャガチャっていいよね。この回すのもいい、音も。ゆずちゃん目がいいからすぐ見つけますよ。立ち見でも見つけたし、この前。ハートありがとうございます。マシュマロも。みんなスクイーズ初めて知った？歯車ありがとうございます。マシュマロも。そう、もちもちしてるやつ。本当に流行った。本当にめっちゃ高かったしね。1000円とかで売ってた。花束ありがとうございます。バラもありがとうございます。そう、もちもちしてるやつ。なんかいろんな形のがあった。パンが多かったけど、意外と。あ、確かにスクイーズって名前が知らないか。そう、なんかムニュってしてるの、触ると。それが面白くて、なんかスクイーズを作ってたし。なんかさ、有名なブランドがあったんだよね、スクイーズで。有名なブランドがあったんだけど、牛乳浸しパンやばい。うちも欲しかったけど、なんか高いスクイーズ、ブルーム。ブルームのスクイーズ。そう、ブルームのスクイーズが本当に流行って、でもブルームのスクイーズって本当に高かったんだよね。なんか800円とかして1つ、高いやつは本当に1500円とかしてて、そんなの買えないじゃん。だから300円とかのブルーム300円とかのスクイーズしか買ってなかったんだけど、ブルームはもうあの時代のスクイーズ界のトップのブランドだったと思う。ブルーム懐かしい。いい匂いするんだよね、ブルームって。そう、DM 見てて分かるって言ってくれてる方が多いんだけど、めっちゃファンの方を探してます。あった、中華まん。いちご流行ったよね、あれ。いちごの匂いがさして流行った。スクイーズ知ってる、買ったことないけど。作ってた。めっちゃ気持ちよくないけどね。そう、スクイーズって名前はね、意外とむずいよね。簡単
誰もありがとうございます。流行ったあれは、なんで流行ったのかわかんないぐらいあんなに。こんにちは、誰もありがとうございます。懐かしいね、原宿がすごかったあの時代。ブルームは最高クオリティのスクイーズを目指し、圧倒的に柔らかさな触り心地、本当にブルームはやばかったです。ブルームの説明が本当にね、すごい、本当にブルームはでもすごかった。あの時行きたかった、ずっとあそこに。みじちゃん学校で目立つんじゃねえかから、え、全然溶け込んでます、あの学校に。本当に溶け込んでるくらい目立たないし、喋んないし、静か。スクイーズは野球ブルーム、そう、スクイーズ界の頂点はブルームでした。え、今日寒いの、やだやだ、3月なのに。もうこれからも流行りとか公民とは世代が違いすぎて教えてもらうことが、教えるよたくさん。学校の会好きやってんの、え、知ってると思うけど、なんかあってさ、前までさ一回会ったことがあるのね、受かった後に SK に、その長野県の学校に行って会った時に、なんかいつもねつって言わないような、え、ここみちゃんかわいいとか、え、ここみちゃんかわいすぎるみたいな、大して見た目は変わってないのに、その転校する前は普通に教室にいても誰も話しかけないみたいなぐらいな人だったのに、急に、え、ここみちゃんかわいいとか、え、ここみちゃんかわいいみたいな感じになってて面白かった。学校では消してますね、静かに。今仕事中です、お疲れ様です、頑張ってください。SK のブルームいたこみです。高校ね、緊張しますけど、買い物だ、あのダメもんですね。え、やだ、風強いの本当に一番嫌い。来週から朝は雪降ってました、やばいね、やばいよね。バラじゃなくてマシュマロありがとうございます、ハートも。美術部ですよ、美術部ですから、ベビーチューズだった。なんか日本語喋れなくなった今、美術部だったので、あの本当に静かでした。だって美術部ってさ、そんな いなくない、イエーイみたいな人って。かわいい、ありがとうございます。土曜日午後にココミンの話が聞けるのはめっちゃいいね、ガチ楽しい。転校前は、転校後の方がぼっちですね。転校前はなんか教室にいても別に話しかけないし、話しかけられたら話すみたいな感じだった。仕事に戻ります、お疲れ様です、お疲れ様です、頑張ってください、ありがとうございます、来てくれてハートありがとうございます。滑舌やばかったよね今。星ありがとうございます。コミめっちゃモテないです、静かです、本当に。鼻一定の子しか話さない人だったから。星ありがとうございます。ね、美術部おとなしいイメージじゃん、静かだった。星ありがとうございます。きっと隠れファンいたかな。でもなんかさ、全然そういう陽キャみたいな子でもなかったからさ、あれだよね、絶対みんなさ、え、あのココミちゃんがアイドルになったのって思ったよね、絶対にみんな、え、あのココミちゃんがってなったよ。自分も中学校美術部、おそろですね。イエイはむずいよね。おつにじ、毎日話しかけるわ、嬉しい。全然話しかけられなかったからな。ねえ、え、フラワーアレンジメントいいでしょ。静かな子に話しかけるのはむずいよね。
面白くない、あのここみちゃんが状態だったと思う、みんなびっくりしてね多分。なんか最初転校しますって先生が報告して、その時はまだなんていうの、 SK に入るから転校しますとか言ってなかったのだけど、あれです、あの受かった後に、受かってお披露目が終わった後に先生が言ったらしいんだよね。その時みんなえって言ってたって言って、その一人仲いい子がいたのね、教室に一人だけ唯一話す子がいたんだけど、たくさんその子に、その子からメールが来て、えおめでとうみたいな、知らなかったよ全然みたいなこと話してて、え教室の反応はなんかえみたいな、女子はえー、すごい可愛いみたいな、写真も見せたっぽくて、でえ可愛いここみちゃん可愛いみたいな感じだったけど、なんか男子はえっていう感じらしかったから、そうちょっとびっくりしたよねって思って、え見たいよね、え全然陽気じゃなくて、はたありがとうございます、転校して会えなくなって泣いてる男の子、えないよ絶対に、それはこんにちは、ガチ隠れファンの左こんにちは、スマホ生徒ハイドルが似合うのありがとうございます、マシュマロもありがとうございます。確かに、でも長野県の子たちが高校受験があったっぽくて、やばいみたいな、前期選抜とか後期選抜とかがあるじゃん、だからみんなねやばいみたいな感じで話してた。え緊張するよね急に、えそう新聞に載ったので、長野のなんか学校に飾られたらしくて、あれ一時期恥ずかしくない、ちょっとね、すごいストーリーです人生、学校に飾られるの一番やばい、なんかさ高くねとかにも全然仲良くなかったからさ、恥ずいよね学校に飾られてあるのがこんにちは、全然それはやばいよね、恥ずいよねさすがに、高校受験があって、ココミ本当自慢のおしゃ、ありがとう嬉しい、こんにちは、やばいよね、でももうね高校受験は終わってるので、うちは今もうさみんな終わったんじゃない、高校受験中学3年生の子たち、びっくりするよねみんな、何かと思う、あの新米取ってあります、うちもあります、ちゃんと持ってます、えなんかそう、それが新聞に載ったじゃん、で壁写、なんか Google で伊藤ここみって調べるとさ、うちの写真がたくさん出てくるじゃん、えなんかそれがうち、そのなんかそのなんかメールのグループに招待されてなかったんだけど、うちはねなんかその3学年みたいなそういうグループがあったんだけど、なんかそこでめっちゃ回ってたらしいの、その写真が最悪じゃない？もうメールの友達もめっちゃいなくなったし、めっちゃ減ったよ。もしありがとうございますマシュマロも。はいありがとうございます、ハートもありがとうございます。おつにじこんにちは、やだよねそういうの、やだよね回さないでって思わない写真、そう LINE の友達は全然話してない人はすぐ消しました。今日どうも一周回りました、6分かかりました、うちと同じくらいじゃん、大丈夫だよ、いやだよね回さないでって思わない写真をね、おつにじ
でも今のさ、中3のぐらいの時期ってさ、あの、あれだよね、もう受験もないから楽しい時期だよね、多分みんな。そう、 SK に身が入って、同期とかの同期ぐらいの LINE しかないぐらい。今開き直ってアイドル歌いながら投稿しなきゃ。そうだね、それぐらいさ強くいかないとだよね。はた、ありがとうございます。ここで友達できるかな。でもなんかさ、いや、なんかあれだよね、めっちゃ作ると逆に大変じゃん、友達を。なんか遊ぼうとか言われた時にさ、すぐ遊べないじゃん、そんなに。ってなるのも嫌だよね。ここは普通ですね。友達問題本当に難しくて、やばい。友達問題がね嫌です。一番中学校とか嫌だった。おとにじ、こんにちは。断りなしはつらい。え、確かに課題とかありそう。面倒いよね、わかる。特に女子がね大変だよね。めっちゃ雑談。確かにね、平和に行きたいよね。特にね、友達関係は一番悩むと面倒くさいから嫌です。こんにちは。まあね、同期がいるのでなんとかなりますよ。仲いいですし、みんな。もう絶対一日に誰かとはメールするから、同期の中の。え、確かに高校どんな感じなんだろう。中学の時は友達問題悩んだけど、大人って振り返ると結局本当の意味で気があった子しか残らない。え、だ、そうだよね。なんかお姉ちゃんとかもそう。なんかお姉ちゃんもそうだった。え、お姉ちゃん、え、いるかな。こんにちは。高校とかもそうだよね、仲いい子しか残んないもんね。確かに同じクラスにいるかもね、先輩方ね。結構話しました、最近話すことが多くなりましたね。西井さんともこの前話しました。西井美代さん、めっちゃ面白かった。西井美代さんびっくりした。優しかったし、長野の塾の先生みたいなね。本当にあれ面白すぎて逆に集中できないんですよ。癒し配信見に、え、かきるの配信してるの、西井さん。ありがとうございます。マシュマロ、誰ももありがとうございます。仕事もあります。また今度配信見るのありがとうございます。来てくれてお疲れ様です。ありがとうございます。ね、めっちゃ面白かった、美穂さん。びっくりしましたね。なんか元気づけて、面白くってすごく元気がついたし、え、三原さんはなんか自主練この前するときに結構あのいることはあるんですよ、あの近くに。でもなんか話さないじゃん、練習してる時って。なんか話す機会があればいいよね。ラジオとか一緒になったりとかしたい。単押し担任、好きに目指して面白い感想ね。面白かったです。髪色も可愛かった、いい匂いしました。サータンもいたんだけど、そこにいい匂いするって話してた。おつにじね、話してみたい。でも話ないか、話したこと。
よく頑張りましたよ。ありがとうございます。おつにじ、なんかさ、西井さんすごいよね、ダンスのキレが。ミオンさん、え、本当に優しかったです、優しかったです。はい、おつにじ、サータもいたよ。あ、ミキさんともちょっと話しました。ハートありがとうございます。今日もありがとう。そう、西井さんはサータ推しなのでちょっとそこは悲しいですけど、ココミ推しっていないよね、あんまり先輩で。ありがとうございます。まあね、サータはね、アンダーもあるし。ありがとうございます、マシュマロ。めっちゃ頑張ってる、何に対しても。ありがとうございます。え、何時だっけ、高1になったとしてもさ、うちが公園ってさ8時までしか無理なんだよね。16歳にならないとなんだよね。え、確かそうだよね、16歳にならないと無理なんだよね。ねえ、だよね。こっちゃんもそうだったもんね。でも目だよね、ですね。ねえ、暗い、なんかみんな、うん、ですね。そうなんだね、悲しい、もう嫌です、それが。だるまありがとうございます。だるまじゃなくてマシュマロ。え、リーナさんものさ、この前のさ、エスコイも途中でハケてたのかな。バラありがとうございます、あなたは。え、本当にね、みゆちゃんもうさ16歳になるもん。え、年齢を恨みます。最近の悩み、最近の悩みはこれですね、年齢です。ハートありがとうございます。いいなー、星ありがとうございます。え、だよね、くるみさんもだよね。星ありがとうございます。ね、謎だよね、ちょっとそこは思います。悲しい、でもさ、こっちゃんさ15歳で高校生だったけどさ、無理だったよね。でも若さ武器。こんにちは。15、悲しい、16歳になりたい。めっちゃ先じゃん。そうだね、くるみさん、自分の年齢さ、あらまれて実感して落ち込んで、全然
交換しよう年齢を。こんにちは。18になります。18になりたい、18になりたい早く。8時半だよね。8時だっけ。8時半くらいか。ショックだよね。8時って微妙じゃない。確かに年齢差みたいな感じでね。13期生にすればよかったかな。行かないでコールやばい。めっちゃいいねそれ、行かないでコール。こんにちは。17歳。いつも18ね。昨日配信見れてないんです。アンデさんの見れてないんですよ。でも X は見ました。アンデさんのドスに恋ボンジュール脱出してきました。コハちゃんは19歳かな。ハートありがとうございますね。最近この年齢で悲しくなって泣いてます夜。ありがとうございますハート、頑張ります。こんにちは、ありがとうございます初訪問。急にファンレベルみんな上がってる、ありがとうございます。手つながりだったからね、ギリラでしたね。泣かないね。ありがとうございますマシュマロ。今日の前髪はえー70です。そのうちとしていたくなくて悲しくなる日が来るかな。もう今はねショックです。あと9ヶ月間無理です。そんなコミ中根でコールも必要です。行かないでです、行かないで。時間が短くてもガチ楽しします。ありがとうございます。悲しい時にはここの髪の毛やばくない。なんかどんな年でもその時にしかできないものがある。その分9ヶ月後にはスーパーココミンですね。長い9ヶ月とか絶対に無理です。ハッピーハッピーになりたいです早く。70高いでしょ。 Y はもう年取りたくなくて泣きたい。交換しよう、交換、昇格してください。頑張る。ハッピーハッピーハッピー、ここミームじゃん。確かに心を込めるよ。仲良しです。こんにちは。なんかさ今コメントバグった。こんにちは。
ヤーニャンの配信に顔出すようになったんだけど、どう？ヤーニャンおもろいね。なんかさ、あのさ、笑い方が癖が強くて、なんかニャーニャーニャーみたいな時もあるし、あーはーはーって時もあるし、なんか癖が強、なんか喋るじゃん、なんかあれ、なんかイワニャンこれやばくないみたいな言うと、え、なにこれやばいって言うんだけど、その後にニャーンみたいな、え、やばいニャーンみたいな、なんか作るの。それにいつも突っ込んでるんだけど、面白い。ハートありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。こんにちは、初見さん。11日待っててください。それなんか多いよね。ハートありがとうございます。でもイワニャンとうちが喋った時はそれなしか言わない気がする。うんうんうん。え、ニャーって言うよね。ニャーみたいな、ニャーみたいな言うよね。え、何それ、ニャーみたいな言うの。本当に言ってるのを聞きます、いつも。一緒に練習してる時とかによく聞きます。レインボースターありがとうございます。めっちゃ面白いです。猫、猫派です。おつにじ、それなしまでやばいね。本当にそれなで会話するぐらいやばいです。です。24分お知らせします。ありがとうございます。ハートありがとうございます。え、花粉症かな、もしかして。やだ、でコミームの歯、え、ココハじゃん、それココハです。ココハはもうそれしか言わない。ハロー、ゆあにゃん年上に見えません。同い年に見えます、話しててなんかみんなそう。でもなんかやっぱりうちが気持ちがダウンしててなんか泣いたりしてると、やっぱりなんか言葉のかけ方とかがみんな年上だなって思う。ハートありがとうございます。じゃんじゃんじゃらじゃじゃん。でも兄ちゃんとミネさんが同い年、え、見えないでしょ、同い年に。見えないです。リーナさんも同い年。マシュマロありがとうございます。ありがとうございます、マシュマロたくさん。こんにちは、ミレさんと同い年なんですけど見えないです。同い年に、でもミレさんとも話しました、この前。優しいです、本当に可愛かったし。ミレさん4月生まれだっけ、3月生まれ、4月、ミレさん春だよね。音符ありがとうございます。え、そう、CD の私会も一緒で、その時に話しました。26分です。ありがとうございます。大人っぽいですよ、ミレさん。あ、ぜひ生写真も見てみてください、チェックしてみてください。ソフトボールの子はあれ、みゆちゃんね、みゆちゃんはもう16歳になるんですよ。でもうちはまだ15歳。
明日じゃん。本当に春ってことは5月なの？3月か4月で、それでびっくりしてたの。まさかの明日。お祝いしましょう。みずちゃんはスポーツないですね。え、な、でもバレエは好きだった。ピエン。マシュマロありがとうございます。もう9時まで活動できるよね、ミレイさん。かわいい、ありがとうございます。ミレイちゃんやっと15歳。年下でした。でもうちはまだ15歳、16歳になりたいです。最近の悩み、何回もいいって解決もできなくない？でもこの悩みってどうにかして解決とかできない悩みだよね。運動神経悪い気がする。え、バドミントン大好き。なんかもし受かってなかったら SK にね、高校はバドミントン部に入ろうって思ってたぐらいバドミントン好きだった。レインボースターありがとうございます。でも下手です。すごい。そうです、そうなの。若いのは羨ましい。本当に若すぎない？15って。15歳のココミンとの握手会とお会い楽しむぞ。ありがとうございます。楽しみ、楽しもうね。本当にたくさん緊張するけど、なんとなくバト、イメージ、バドミントンは楽しかったイメージがあって、クラスでやってたんだけど、体育の授業で。まあ年齢すぐすぎるよ、しっかり自分の経験を積んでいって、ね、頑張ります。テニスはやったことがないんだけど、やってみたい。まあ美術部だったのでなんか家だったんだよね。朝部活に行って朝6時半集合とかめっちゃ嫌じゃない？最悪じゃない？6時半集合とか。だから美術部でした。朝6時半集合とか本当に最悪じゃない？何時に起きればいいのって感じじゃん、朝。なので美術部、朝部活がなくて、冬になると夕方の部活もなくなるんですよ、美術部って。若いうちにアイドルになってくれたの、これからの成長いっぱい見れるし嬉しい。ありがとうございます。本当に頑張ります。6時だって早いもんね。朝なんか5時に起きてるもんね。5時くらいに。朝は得意っちゃ得意です。でもなんか学校って嫌じゃない？学校に行くために6時半みたいなのが嫌で。今でも絵はたまに描くぐらいかな。まあね、思い返すと絶対楽しい青春になってる気がする。ハートありがとうございます。13時半そろそろ読みます。壇上を練習法っていうのがあるんですよ、自分の中の。そのなんか家で3曲ぐらい家でまず練習します。家でね3曲ぐらい練習します。次の日レッスン場に行って、その3曲の家でやった3曲のレッスン場に行って立ち位置見たりして練習して完璧にして、でまた次の日家で3曲ぐらい練習して、でその次の日にまたレッスン場に行ってその3曲の立ち位置を見るみたいなっていう練習法が一番自分の中で頭に入るっていう感じです。
おつにじ、こんにちは。そう、自分のやり方を見つけたんですよ。嬉しい。そう、すごいよね。13位を読みます。13位は中野愛理さんの女の子の旗を持った方、ありがとうございます。12位は道枝さんの浮き輪を持った男の子の方、ありがとうございます。11位はペンライトを持った男の子の方、ありがとうございます。10位はひよこの方、ありがとうございます。9位はポチャッコの方、ありがとうございます。8位はアンズさんのリラックアンズさんのリラックアンズさんのリラックマの方、ありがとうございます。ありがとうございます。7位は男の子の方、ありがとうございます。ノーマル男の子。6位はパンダの方、ありがとうございます。5位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。4位はアザラシのサーモンの方、ありがとうございます。3位はアンズさんの上りを持った男の子の方、ありがとうございます。2位は歌舞伎の方、ありがとうございます。1位は猫の鈴をつけた方、ありがとうございます。1位ありがとうございます。今日来てくれた方も、コメントをしてくれた方も、ギフトをくれた方も、ありがとうございます。またね、単独です。単独自主練は。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがなす、サンキュー。ココミン、またね。楽しいお昼になりました。ありがとうございます。うちもです。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。寝ないよ。寝ませんよ。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もありがとうございます。来てくれて。お昼寝頑張ってね。おやすみ。ありがとうございます。今日もまたメールで会いましょう。かわいい、ありがとう。返信見てるので、ぜひ返信をしてみてください。メールの返信も。ありがとう。おやすみ。ハートありがとうございます。バイバイ。